こんにちは。武器屋の店主のフランです。おや、あれはゆうちゃんではないですか。私は勇者のゆうちゃんだよ。今からきりたんぽを焼いて食すとしよう。やはり、この時期はきりたんぽに限りますな。ゆうちゃん、何してるの？お姉さん、今からきりたんぽを焼いて食べようとしたところだよ。うん、なんだか前にもこんなことがあった気がするわよ。よし、深淵より来たりしダークネス終末の炎で焼くとしよう。何それ？私がレベル4になって覚えた新しい魔法だよ。レベル4で覚える割には随分と仰々しい名前の魔法ね。名前が長くて覚えにくいわ。なんだっけ？深淵より来たりしダークネス終末の炎だよ。終末の炎？そんなウィークエンドみたいなノリで呼んでもらっては困るね。終末どころか、世界が終わる炎なんだから。正しく認識することを要求する。というわけで、今回は火炎放射器について解説していきます。火炎放射器か。それならきりたんぽも焼けるかな。結構焼けると思うわよ。火炎放射器はいろんな映画や漫画、ゲームとかで登場するので想像に難しくないと思います。銃口から炎を発射する武器ですね。ネルフに突入した戦時の部隊が火炎放射器を使っていたし、汚物を消毒する時にも使えそう。ハリウッドの映画でもよく見かける気がするわね。本物の火炎放射器の映像があったのでご覧いただきましょう。こんな感じなのか。ヘッドファイヤー、ガガガ。大体想像通りの武器だ。この映像の火炎放射器はアメリカの海兵隊の実演です。現代では第一次大戦の塹壕戦から使われるようになった武器です。狭い塹壕の中では効果は抜群だったと思われる。そうね、特に狭い場所では大きな効果を発揮します。ただ残忍な武器なので、現在の国際連合では火炎放射器の使用に制限をかけています。焼夷兵器に関する議定書というものです。禁止兵器だったのか。この議定書の内容は、焼夷兵器を使うなという内容です。所詮机上のルールに過ぎん。でも軍事目的以外で火炎放射器を使うことは多々あります。しば焼きバーナーや魚を炙ったりする時にも使っていますね。あれも確かに火炎放射器だ。現在よく見かけるタイプの火炎放射器はドイツが発明しました。ドイツとは科学が世界一すぎるな。1901年、リヒャルト・フィードラーというドイツ人技師が発明したと言われています。先ほど言いましたが、塹壕戦で使うためです。第一次大戦の時、ドイツと欧米連合が戦い、大規模な塹壕戦がありました。この間、塹壕戦の近接武器の動画で少しだけ登場したね。そうね。火炎放射器はドイツ語でフランメベルファーと呼ばれています。英語では彼を訳してフレイムスロワーという名前で呼ばれているのです。なるほど、ドイツが発明しただけあってドイツ語が起源の武器なんだね。これは第一次大戦、ドイツが塹壕戦で使った火炎放射器です。3人で操作しているね。初期のものは操作も面倒で性能の低いものでした。火炎放射器の歴史について見ていきます。火炎放射器はドイツの発明なんですが、実はもっと古くからあります。そうなの？まあ油に火をつければ燃えるし、古代人でも思いつきそうな攻撃手段だよ。以前に解説したギリシア火のことです。ギリシア火薬とも言います。ちょうど1年くらい前の動画になるわね。ふわぁ、1年前のことなんて全く覚えてないよ。1年前もきりたんぽを焼いていたじゃない。そうだっけ。単純に火をつけて焼くだけの兵器であれば、火矢などがあります。火矢はもっと古くから使われていますが、火炎放射器と呼べるものではないですね。じゃあギリシア火が最初の火炎放射器ってことか。そうなるのかな。ギリシア火はビザンツ帝国が発明したと言われる超兵器でした。一般的には7世紀頃からビザンツ帝国が滅びるまで使われたと言われています。しかしギリシア火は失われてしまった美術で、現在でも謎のままです。謎の古代兵器ってわけだ。ギリシア火を調べていくと、現代の火炎放射器と驚くほどそっくりです。どんな感じだったの？ドラモン戦という軍船に火炎放射器を搭載して戦いました。これには選手に大砲のようなものがついており、ここから火炎を発射したのです。おへえ、まだ火薬も銃も大砲もない時代にオーバースペックではないですか。実際かなりの戦果を上げています。侵入してくるイスラムの軍勢をことごとく撃退したのです。ギリシア火が武装したってわけだ。
このような携帯型のギリシア美もありました。まさに火炎放射器そっくりです。これはオーパーツ級の武器だ。ギリシア美は秘密中の秘密兵器だったため、ビザンツ帝国とともにその製法も永久に失われました。秘密にしすぎちゃったんだね。中国では農家雪という火炎放射器がありました。これは五代十国時代に初めて使われたといいます。いつくらいの時代ですか？五代十国時代は宋の前で10世紀頃かしら。石油を燃やして発射する武器です。これは原料が分かっているんだね。ギリシア美も石油からできていると推測されています。中国では石油そのものは5世紀頃から武器として使っていました。しかし火炎放射器として使い始めたのは五代十国から宋の時代になります。なるほど。この絵はそれぞれのパーツを分解した図です。上の3つを合体させると一番下の農家雪になります。なんだかところてんを作るみたいなパーツがついてるの。あれをポンプのように使って箱の中の石油を組み上げて前方に発射するのよ。引いて組み上げて押して発射するという仕組みか。火炎放射器の燃料について解説します。燃料は火炎放射器の攻撃力に深く関わっています。よく燃える燃料の方が強いってことだよね。燃料としては液体と気体があります。軍用のものは液体が多く、日常用のものはプロパンガスなどの気体燃料が使われることが多いのです。液体と気体、何か違いがあるのかな？気体燃料の方が消火が早く安全性が高いのです。映画などのスタントで使われる火炎放射器も安全に配慮した気体燃料を使ったものだそうです。なるほど、そういうことだったのか。液体の方が危険度や殺傷力が高いということね。液体が残る限り燃え続けます。スリップダメージってやつだ。液体燃料にはガソリンや軽油などを使いますが、特に石油混合物であるナパームという物質がよく使われています。焼夷弾に使われている燃料ですね。ナパームって物質の名前だったのか。ナパームはガソリンに比べて燃焼時間が長く、拡散しやすく、攻撃対象に付着しやすいという特徴を持っています。これはギリシア美を超える燃焼力ということですか？ちょっとわからないわね。写真を見る限りナパームの方がヤバそうです。ギリシア美は水の上でも燃え続け、水をかけても消えなかったと記録にあります。ギリシア美って古代兵器なのに相当燃えるんだね。ナパームも水をかけたくらいでは消えません。ゼリー状の物質で遠距離まで飛ばすことができます。そんなに遠くまで飛ぶの？火炎放射器の射程距離は10から15メートルくらいというイメージを持っているかもしれませんが、ナパームを燃料に使うと50メートルから100メートル以上飛ばすことが可能です。マジか。ナパームが引火する温度は高温で、だいたい800度から1200度くらいです。なので火種は必要ですね。火種か。小さな炎で点火するタイプと電気を使って点火するものなどがあります。映画などで銃口がろうそくのように燃えている火炎放射器を見たことがありませんか？あれは燃料に引火させるための火種です。そういうことか。ナパームは引火点は非常に高いので簡単には燃えないということね。しかし燃えた時の殺傷力は絶大です。メラゾーマよりもヤバい。ヤバいと思うわよ。ナパームは燃えると一気に周辺の酸素を奪ってしまいます。ですので運よく炎を回避しても一酸化炭素中毒で死んでしまうこともあります。やばすぎるな。ナパームだけを飛ばして壁などに付着させた後、最後にまとめて引火させ一気に空間を燃やすという使い方もできるのです。恐るべき武器だ。火炎放射器の構造は割とシンプルです。燃料を飛ばして火をつけるだけでしょ。まあそんなところね。燃料を推進ガスで飛ばします。そして銃口に点火装置が備えてあるのね。酒飲んで口から火を吹くのと同じってわけだ。なので背中に背負うバックパックには燃料と推進ガスの2種類のタンクを背負っているわね。プロペラントタンクってやつか。火炎放射器は強力な武装ですが欠点も多い武装です。そうなの？なんだか強すぎる点しか見当たらないんだけど。まず射程が短いわ。当然だけどライフルの射程に比べたら全然大したことないわね。ああ、そっか。何百メートルも先から狙われちゃうわけだもんな。火炎放射器で敵を倒すためには近づく必要もあるから、その前にやられてしまう可能性も高いです。見晴らしのいい平原で使ったら完全に惨敗武器だね。
入り組んでいて、狭い地形でないと活躍できないんだ。そして炎を出すので目立つということね。見つけてくれと言わんばかりの派手な炎だと。そうよ。そしてバックパックも重いし燃料も重い。つまり機動性に欠けるというところね。うむ、やはりうまく使わないと戦えない武器なんだね。扱いづらい武器に思えてきた。火炎放射器の燃料となるナパームは1942年アメリカが発明しました。第二次大戦の頃ってことですか。うん。それまではアメリカは火炎放射器を重視していなかったんだけど、このナパームの登場で評価が変わりました。ふむふむ。これまではガソリンなどを使っていたので、発射した時に霧状に拡散してしまう問題があったのね。射程も10メートルそこそこで短かったわ。霧吹きみたいな感じか、リセッションを吹きかける時みたいな。そうよ。だけどナパームはゼリーみたいな状態なので遠くまで飛びます。アメリカが開発した M1 フレームスロワーという火炎放射器がありました。第二次大戦時50メートル近くまで射程があったのです。すげえ距離だ。チートじゃないですか。 M1 から改良を加えた M2 フレームスロワーも1944年に登場します。これは1978年まで使われました。ふーむ、そうなんだね。しかし依然として火炎放射器には先ほど挙げたような欠点がありました。これらの欠点を補うため、戦車などの車両に搭載することが増えたのです。例えばこれはイギリスのチャーチルクロコダイルという戦車です。チャーチルって今のところ紅茶を一滴もこぼしていない戦車のことですか。そうね。これは火炎放射専用の車両になっています。強いのこれ。射程距離は140メートルと短いので、その欠点は戦車になっても変わりません。でも塹壕や砲塁を築いた陣地に対して活躍したらしいわ。さすがダイエレ帝国の戦車だな。1975年のベトナム戦争くらいの時期まで火炎放射器を軍事的に使用することは普通でした。しかし1978年に国際連合が火炎放射器の使用を禁じました。それってどのくらい効果があるルールなのかなっていうね。実際にルールが破られたことは何回もあったということですね。やっぱりか。ルールは破られるのがオチだからな。武器屋のお姉さん。深淵より来たりし、ダークネス終末の炎よ。いい感じに焼けたぞ。ちゃんと焼けるの？謎すぎる魔法ね。勇者の聖なる光の力が宿った暗黒の呪われし炎だからね。聖なるなのか呪われているのか。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。